皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。いやー、もうシンフォギア3黄金絶唱楽しかったですね。これわずかですね20分足らずで1万発出したんですけれど、これがやっぱりですね3になって、違ったところかなっていう感じですね。この勝負の速さ、そして出玉力ですね。これ一番のポイントは台のね右上の方にですね丸い役物があるのをご存知ですか？もうあれタイトルの裏にあるんでパッと気づかないですけど、よくできてるんですよ。あれアクシアの風告知用のですね、アクシアの風が吹き出す、吹き出し口なんですけれど、まあサラリーマン金太郎のですね、藤昌司さんのラッキーエアのように、パネルの下にちゃんと穴が3つ開いてて、そこからヒューッと、ラッキーエアが出るように、京楽さんで言えば、ガンズのですね、エアバイブ、プッ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 、もうアニメで女の子がですね、空に飛んでっちゃうような感じの、ああいう、エアバイブ、そしてですね、今回、エアバイブ以上にですね、この、アクシアの風告知役に立つというか、僕の、実践動画早々にアップしてますんで、ぜひですね、スマホサイト谷村仁志パチンコランドの方に登録なさって、動画を見てください。これ見てるとですね、縦長の映像ちゃんと撮ってるんでよく見えると思うんですが、初当たりの時にすでにですね風吹いてるんですね。それからですね、シンフォギアチャンス黄金中のもう本当にラッシュ中に関して言えば、よく風が吹いてますよね。やっぱりね風が気持ちいいです。本当にラッキーエアーに含めていろんなエヴァですね、エヴァだけは本当にこっそりハンドルがファーッと出る、福音エアーっていう、まあ、単発あたりもあるんで、絶対的な喜びではないですけれど、こっちもですね密かな喜び、そして京楽さんのエアバイブも密かな喜びですが、まあサラリーマン金太郎のラッキーエアーとこの、シンフォギア黄金絶唱の、アクシアの風は気持ちよさと、やっぱりその出てることを知らせてくれるという部分でいうと、このアクシアの風の告知が一番、贅沢ではないでしょうか。なんか本当にこんな風だけのためにこんなに立派な役物つけちゃってって思っちゃうぐらいですけど、まあ本当に渦を巻くように風が出る感じ、これ大事ですよね。もう通常時当然大当たり濃厚ですから、風が吹けば当たる。しかもですね、大当たりラウンド中に、出るとこれ V ストックをですねお知らせしてくれるんですね。で、あと、70億の絶唱の実証絶唱フィーバー出ると、この時の風は継続濃厚ですから、わ70億の絶唱がまだまだ続くんだと。まあ、この台ですね、本当に1500発が多い。こっちに偏るとですね、もうエヴァとほとんど変わらない出玉になっちゃう。もう10連チャン近くで簡単に1万発以上いっちゃうっていうところが、やっぱりこのシンフォギア黄金絶唱の一番強みというか、魅力ですね。もたもたですね、単発やあと、ま、339個とか、要するに、ラウンド数が少ないあたりでいくと、回数の割には個数いってないぞって、相変わらずですね、初代の、ま、シンフォギアから続く、出玉のちょっとしょぼいあたりというのは当然あります。まあ、30回、40回当たってても、意外とピークの出玉が8000発ぐらいだったりとか、そういう感じで、4000発、3000発ぐらいを繰り返し出るようなパターンもありますが、やっぱりですね、一撃1万発以上欲しいなっていう台はやっぱり打ってみないとわからないですけれど、本当にですねアクシアの風がよく吹くんですね。やっぱりこの風がですね、まあ、タイトルにもつくんではないかって言われたぐらい、シンフォギア黄金絶唱アクシアの風という、副タイトルがつきかけていたっていう話も聞いてますんで、まあ、この風次第でこの勝負はありかなっていうノリですね。ぜひ僕のですね、スマホサイト谷村氏パチンコランドの方でドンキ動画と、それから僕の実践データと、それから激アツなですねレアショットをたっぷり撮ってますんで、これも第3弾まで30枚公開してますんで、これもご覧になって、この週末ですね、シンフォギア3黄金絶唱にですねチャレンジしてみてください。
今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。